バイスタティックレーダーとは、レーダー波の送信機と受信機を離して設置し、両者間を通信で結んだ、主に軍事用のレーダーシステム。ステルス機は、レーダー電波の放射された方向とは異なる方向に反射させる工夫をしているが、この異なる方向の先に反射波を受信する専用レーダーがあれば、ステルス機でも反射波を捉えることが可能となる。このためのレーダーシステムとして開発された。 送信機と受信機を離して設置されており、両者間を通信路で結ぶ。通常のレーダーをモノスタティック、レーダーと呼ぶ。20世紀末になってから登場したステルス機に対応するための技術である。対象の位置は次の2つの交点から求められる。送信側の送信角度もあれば精度が上がる。対応削減時計や GPS 衛星により高度な同期が可能となっている。 フェーズドアレイレーダーや、その発展型とも言えるデジタルビームフォーミングや、高性能マイクロプロセッサによって、複数の送信ビームや受信ビームを構成することで、有効領域を広げることが可能となる。バイスタティックレーダーの一種であるマルチスタティックレーダーは少なくとも3つの互いに離れた装置から構成される。2つの送信機と1つの受信機、1つの送信機と2つの 受信機、二つ以上の送信機と二つ以上の受信機という組み合わせのいずれかである。一つかそれ以上の受信機側で、一つかそれ以上の送信機から放射されたレーダー波の反射を受信し、分析を行う。HF レーダーシステムでは、送信機と受信機が電気的な分離のために数十キロメートル離れていることがあり、一見、バイスタティックレーダーのようだが、 レーダー副域は1000から 5000km にも及ぶので、実際にはバイスタティックレーダーではない。このようなレーダーシステムは疑似モノスタティックレーダーと呼ばれる。バイスタティックレーダーの一種である前方散乱レーダーは、探知対象物を囲うように送信機と受信機がレーダー副域の両端に置かれて送信ビームと受信ビームはほぼ向かい合わせに向けられる。 送信されたエネルギーが探知対象物によって散乱を受ける。前方散乱レーダーはバビネーの原理によって散乱はモデル化でき、送信機によりステルス塗装や形状が影響せずに航空機のシルエットが見えてレーダー反射断面がそのまま決められることでステルス航空機に対して対抗手段になる可能性がある。このモードでのレーダー反射断面はシグマイコール 4πA。 ラムダで計算できる。A はシルエットエリアであり、ラムダはレーダー波長である。しかし、距離計測と方向、ドップラー変異に関する情報量は極めて限定されてしまうため、位置の特定や追跡は前方散乱レーダーにとってはとても困難なものとなる。これらの変数は、囲いの中の対象の場所に関係なくすべてゼロになる傾向がある。バビネーの原理、 解説を起こさせるスクリーンのパターンが完全に逆の二つのスクリーンは同じ解説パターンを生じるジャック・バビネ。ありがとうございます。